突然ですが、1億円もらったら何をしますか？カジノルーレットで1点賭けと答えたのは、糸師凛。今回は、ブルーロック公式ツイッターの人気コンテンツ、各キャラへの質問返答をまとめて紹介していきます。この動画を最後まで見るだけで、アニメや原作では知ることができないキャラの情報をまとめて知ることができます。それでは行きましょう。もし1億円もらったらどうする？という質問に、一生分のクイックルワイパーを買うと、もったいなさすぎる回答をしたのは、強靭なフィジカルを利用した突進力と、ゴール右上隅への正確無比なカーブシュートというお箱でゴールを量産する男バロー翔英。好きな選手はマリオバロテッリ。悪どんなところが似てますよね。座右の銘は整理整頓。自分が思う自分の長所は孤高な自我を持っていること。自分が思う自分の短所は誰に聞いてんだそれ。好きな食べ物はプリン。子供の頃、風邪の時に母ちゃんが買ってきてくれたから好きだそうです。嫌いな食べ物はウェハース。どうやっても食べた後散らかるから許せん。ベストご飯のお供は何もいらねえ。米には味があんだよ。バカ舌どもか。と、聞いています。趣味は掃除。好きな季節は梅雨明け頃。理由は日本人なら意味なく上がるから。好きな音楽は宇多田ヒカル。真夏の通り雨。高ぶりを抑えて集中できるので試合前に行くらしいです。好きな映画はダークナイト。大事な試合の前にこれを見て自分を上げるらしい。好きな漫画はコブラ。クリスタルボーイがかっけえ。キャラカラーはレッド。好きな動物はライオン。得意科目は体育。全種目1位。3年間無双中。苦手科目は図工。手が汚れたりいろいろ散らかるから。よく読む雑誌は劇坂とナンバー。最近泣いたことは生まれた時以外泣いてねえし。されたら喜ぶことは正当かつ圧倒的な敬意を示されること。されたら悲しむことは汚すこと、散らかすこと。好きなタイプは綺麗好きで一緒に掃除ができる人。コンビニでつい買ってしまうものは汚れがよく落ちるスポンジ。睡眠時間は8時間。お風呂で最初にどこから洗う？自分の体の汚れより先に風呂場の汚れが気になることが多い。キノコ派？タケノコ派？タケノコのちっちゃいパックが食べきりサイズでちょうどいい。サンタからのプレゼントで要求したのは今俺に必要なもの。地球最後の日に何をする？という質問にはどうでもいいな。その日までに俺が生きていた証を地球に残す、というらしすぎる回答。何フェチ？クイックルワイパーで掃除フェチ。休日の過ごし方は隅々まで部屋の掃除をして紅茶とプリンで締める。サンタからのプレゼントは何歳まで？6歳の誕生日にサッカーボールをもらった瞬間から俺の欲しいものはフィールドにしかなくなった。二つな的なものは悪役の王かっこキングオブヒール。全体的に中二病すぎる回答。自らをキングと称する自信かなバロー翔英らしい回答が目立ちましたよ。1億円もらったら何をする？生活費に当てて働かなくていい生活を考える。とらしすぎる回答を見せたのは天性のボールたちから繰り出されるトラップで圧倒的なセンスを見せる渚清志郎。睡眠時間は 8.5 時間。好きな漫画はボノボノ。キャラカラーはブラック。最近泣いたことは大あくび。サンタからのプレゼントで要求したのはガチャ1万円分。お風呂で最初にどこから洗う？全部。座右の銘は面倒くさい。かっこ座右の銘を考えるのが。自分が思う自分の長所は喧嘩しない、平和主義、怒らない。短所は面倒くさがり。好きな飲み物はレモンティー。嫌いな食べ物はカニ。殻を剥くのが面倒い。ただし剥いてくれる状態のは普通に食べられるそうです。ベストご飯のお供は何でもいい。考えるのが面倒くさく出てきたやつを食べるそう。趣味はスマホゲーム、スマホで漫画、スマホで動画。好きな季節は春。理由は何も考えなくてもいい気分になるから。休日の過ごし方はスマホでゲームか動画か漫画見てゴロゴロしてる。好きな音楽はクルリの奇跡。好きな映画はエターナルサンシャイン。好きな動物は怠け者、コアラ、パンダ。生きるのが楽そう。得意科目は歴史、人名と出来事を覚えればいいだけでしょ。苦手科目は政治、経済。興味ない。されたら喜ぶことはほっといてもらえると。されたら悲しむことは自由な時間が奪われること。昨年のバレンタインのチョコ数はゼロ。キノコ派？タケノコ派？めんどくさい。どっちでもいいし、どっちも美味しい。サンタからのプレゼントは何歳まで？9歳。正体に気づいたから、もういらないって言った。知らないふりをするのがだるいし、地球最後の日に何をする？だからめんどくさい。考えるのが無駄。なるようになるし。基本的にめんどくさいという回答ばかりでしたが、この性格があるからこそ、トラップする際に全身を使って衝撃を受け止める脱力の才能があるのかもしれませんね。好きな選手は？ノエルノア。世界一の選手の名前を挙げたのは、本作の主人公で、空間認識能力とダイレクトシュートが武器の潔陽一。座右の銘はまだない。自分が思う自分の長所は他人のいいところを見つけられる。短所は他人の顔色を伺いすぎる。好きな食べ物は和菓子の金つば。嫌いな食べ物はなし。ベストご飯のお供は塩鮭。日本人に良かったと感じるコンビ。趣味は散歩。好きな季節は秋。ちょっと寒くなってきたぐらいが寂しくなって好き。好きな音楽は蜂蜜金柑のど飴の歌。ご機嫌な時に口ずさむらしいです。
好きな映画は隣のトトロ。見た後にいつもお姉ちゃんか妹が欲しいと思うらしいです。好きな漫画はサイボーグクロちゃん、ヘロヘロくん。キャラカラーはライムグリーン。得意科目は体育、美術。苦手科目は数学、理科。何フェチ、太もも。されたら喜ぶことは褒められる。甘いものをもらう。されたら悲しむことは無視。一応こっちも生き物なんで。好きなタイプはよく笑う人、笑顔が素敵な人。昨年のバレンタインチョコ数はゼロ。睡眠時間は7時間。好きな動物は伊勢エビ。なんかフォルムが好きです。お風呂で最初にどこから洗う？頭。上から洗う方がいいと父に教わったので。コンビニでつい買ってしまうものはグミ、酸っぱいやつ。キノコ、タケノコ。どっち派？キノコ。一気に頬張るのが最高。最近泣いたことは県大会決勝で負けて悔しかった。サンタからのプレゼントで要求したのは PS4。 地球最後の日に何をする？金ツバと美味しいお茶をいただきたい。1億円もらったら何をする？親にあげる。どうしていいかわからないから。他のキャラと比べたら普通の回答が多かったですが、エゴイストの才能を覚醒させるも基本的には普通で真面目な潔陽一の性格が出ていますよね。地球最後の日に何をするという質問に兄ちゃんと戦うと答えたのは、サッカーに必要な技術、能力すべてを高次元のレベルで兼ね備える愛しリン。好きな選手はデビッド・ベッカム。キックをリスペクト。座右の銘はフィールドは戦場。ぬるい。自分が思う自分の長所はサッカーができるところ。それ以外どうでもいいだろ。自分が思う自分の短所は不愛想。嫌なら俺に関わるな。好きな食べ物はお茶漬け、特に鯛茶漬け。嫌いな食べ物は酢の物。酸っぱいの苦手。ベストご飯の友はマグロ。醤油とわさびのコンボで優勝だろ。異論は認めない。趣味はホラーゲーム。ホラー映画を浴びてゾクゾクすること。好きな季節は秋。肌寒いぐらいが好き。好きな音楽はキングヌー全般、特にプレイヤー X。 好きな映画はホラー系全般、特にシャイニング。好きな漫画はドラゴンヘッド、シガテラ。キャラカラーはターコイズブルー。好きな動物はフクロウ。なんか惹かれる目かな。得意科目は体育、美術。苦手科目は書道。教えられた通りに書かなきゃなのが嫌。されたら喜ぶことはわからない。されたら悲しむことは自分よりサッカーが上手いこと。今のところ兄ちゃんだけ該当。昨年のバレンタインチョコ数は覚えてないけど全部断って返した。睡眠時間は 7.5 時間。休日の過ごし方はホラーゲーム、ホラー映画漬け。お風呂で最初にどこから洗うか。目に温水を当てる。コンビニでつい買ってしまうものは目を温めるアイマスク。キノコ派、タケノコ派。キノコ。最近泣いたことは泣いてない。サンタからのプレゼントは何歳まで？8歳。兄ちゃんがもらわなくなったから真似して自分ももらわなくなった。本当はまだ欲しかったけど。サンタからのプレゼントで要求したのは兄ちゃんと同じスパイク。全体的に兄であるイトシさえを好きすぎる回答が目立ちましたね。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画ではブルーロックの人気キャラ4人をピックアップして取り上げたんですけど、他にもたくさんのキャラが公式での質問に回答しています。今回の動画は好評だったら第2弾をやるかもしれません。動画良かったらグッドボタンお願いします。ほんじゃあね。